はいどうも、くらちゃんです。じゃあ本日は、持っていたら自慢できる、制作難易度がぶっちぎりでやばいアクセサリーということで紹介していきたいと思います。このゲームいろんなアクセサリーあるけど、まあ大体はコインボスを適当にいけば適当に完成できますよね。確かに時間とかお金はかかるけど、まあ難しいか言われたらまあそうでもないかなって感じ。ところが今回紹介するのは適当にやっててもまあなかなか完成はさせるのが難しいような、そういったアクセサリーを紹介していきたいと思いますので、正直手間に見合ってるか と言われれば微妙なアクセサリーばかりですがもう頑張ってね作ってみてくださいというわけで早速やっていきましょう それではまずは一つ目、代表格、王女の愛。こちらのアクセサリーなんですが、実際フラちゃんも作っている最中なんですけども、マジでやばい。付く効果が合計3つありまして、大体の人はレアドロップ1.1倍の合成効果を3つ付けて、王女の愛でレアドロップ1.3倍の効果のアクセサリー。まあそれをみんな作っているわけなんですけども、なんか合成エナジーも10だし、正直なんか簡単じゃねと思う方もいると思うんですが、そもそもこれの入手方法がヤバすぎる。必要なのは、龍の鱗の 破片が300個ということこれ表記バグとかじゃないですよガチで300個必要ちなみに通常のアクセサリーとかは破片が10個で通常は交換できますまあ多いものだと例えばこういうハルバスの紋章とかその辺は必要個数が30個になっていたりとか大紋章に関してもまあ30個とか基本的にはまあ30個か10個みたいな感じなんですが王女の愛だけはこれ必要個数が300個ですまあ頑張って集めるしかないですねまあ、正直30個集めるのも結構大変なんですが なんとととその10倍ということで,、ね、で、ねでこちらの王女の愛なんですが、別に基礎効果として強いかと言われると、全くもって強くないですよ。おしゃれさプラス1に重さがプラス1だけついている。その他追加効果とか一切何もついてない。で、つく効果に関しては、レアドロップとか、であったメタル遭遇率、その他にも天性モンスター遭遇率、それぞれ1.1倍のやつ。小ネタとして、王女の愛、重さプラス1がついていて、アクセサリーで重さが直接ついてるのって、まあなかなか珍しいわけですよ。なんで重さがついてるかい かっていうと王女の愛重い愛い愛っていうのはまあメンヘラとかまあそういうので重たい愛とかあるじゃないですかそういったことで重さがついているんじゃないかっていう運営のちょっとした遊び心があるんじゃないかということで言われておりますまあマジでねこれ作る手間に全って 組み合ってななないような強さなんで正直、これ持ってる人ってマジでアストルティアに何人いるんだろうって感じなんですけども、基本的に結構作ってる人は、例えば盗賊とかでレアドロップとかをめちゃめちゃ持った盗賊とか、旅芸人とかでレアドロップを最大値まで持った人とか、そういった方々、まあ、要はレアドロップとかを大事にする人にとっては王女の愛っていうのはもうめっちゃ欲しいものなんですが、普通の一般プレイヤーからすれば全く必要ないし、作るのも超大変だし、しかも、ま、あ 分かりづらいんですよねこれそもそも存在そのものを知らないっていう人も多いぐらい王女の愛というのは全く効果とか手間とかに見合ってないものなのかなと感じます、まあ、というわけでね皆さんぜひとも王女の愛これ持ってたらマジで自慢できるんでぜひとも頑張って作ってみてくださいバージョン7になってからドラゴンのコインが1枚あたり6万ゴールドから2万ゴールドになったりとか合成エナジーに関しても20から10になったりしてまあ作るのがね緩和されたとはまあなかなか言い難いけど多少はちょっと楽になったとは思いますんで もうぜひとも頑張ってみてくださいというわけで王女の愛でしたそれでは続いてこちら断罪の指輪これもマジで作るのが難しいどこで作れるかっていうとこちらの深淵のトガビトこちらで8人同盟の方を倒すと手に入る色のついたラクリマがあるんですがそれを集めることによって断罪の指輪を完成させることができるといった感じなんですけども まあ普段日頃からこちらをやってる人にとってはめちゃめちゃ簡単かもしんないけど、ただじゃあ1から全部作ろうと思ったらめちゃめちゃ大変で、まずはこちらのミレリーさんから断罪の指輪。これはまあ無料でもらえるんですけども、これもらった後にじゃあどんな感じになるかっていうと、まず欲しい効果を3つ,つけるんですねまあそれぞれで違う効果なんですけども、パラメーター強化とか、であとは種族特攻の効果とか、それぞれ1項目ごとに1つつけられまして、で、効果つけるのに何が必要かっていうと、それぞれぞ いたラクリマが必要になります例えば最初のレベル1のステータスだったら赤のラクリマが必要だったりとかであとはそれを強化するには橙色のラクリマだったりとか最後が黄色のラクリマこの3種類のそれぞれ強化するたびとかつける時に必要になってくるわけですねまずレベル1の効果を全部つけるのに赤のラクリマが30個で次に橙色のラクリマとかでその次に黄色のラクリマだったりとか、まあ、それぞれ30個ずつ必要合計すると全て最大値にするのに ラクリマが合計90個必要なわけですね。で、そのラクリマなんですけども、ルベランギスに行くと、初回報酬で赤のラクリマが1個で。あとは赤の宝箱からたまーにラクリマが出るんですけども、うん、なんか体感だと3分の1ぐらいなんですよね、出る確率って。なので、その日のうちに全部終わらそうと思っても、まあ、なかなか難しいわけですよ。30個集めるのって赤宝箱だけだと、 まあ、すごい時間かかりますよ。1戦闘あたり、まあ、だいたい3分ぐらいかかるとしても、30分かけたとしても多分手に入るのが、10戦でまあ、楽リマ2個ぐらいかなっていったところなんで、多くて、まあ、4つぐらい。そうなると、赤宝箱だけで見るんであれば、100戦闘ぐらいはしないとダメなわけで、1回の戦闘で3分かかるということは、単純に、まあ、100倍にして300分ですよ。そうなると、みっちり休憩なしでやって5時間ぐらい。それが全部の楽リマが必要ともなれば、15時間、最大でかかる。 しってしまいまいす実際にはマッチングの時間とかもあるんでもうちょっとかかるかもしんないですけどまあとにかく作るのがめちゃめちゃ大変しかも最近は昔は断罪の指輪ってまあなかなか強かったんですがところが軍神の指輪が出てきてしまったせいでちょっと最近微妙な感じの扱いになってるんですね次の強化が来れば断罪の指輪の方が強いみたいな感じにはなるかもしんないけどただ現状だと基本的には軍神の指輪の方が部があるみたいな感じこっちは攻撃力が14も伸びて HP も伸びるしか もう素で攻撃力がついてるんで合成効果で今プラスに攻撃力がついてるんで素で攻撃力が12あるんですね。 ま、その、しかも攻撃力っていうのも基礎効果で乗ってるんで、バイキルトが乗る攻撃力なんで、まあ、ちょっと何言ってるか分かんない人はいると思うんですけども、ところが、こっちの断罪の指輪というのが、攻撃力が最大でも4しか伸びないし、しかも合成で付いてる攻撃力なんで、バイキルトが乗らない攻撃力なんですよ。で、あとは HP も当然伸びないし、で、あとは伸びるのが、種族特攻と属性ダメージっていう合わせても10%。属性攻撃とか全部当てはめられるんであれば、多少は断罪の指輪の 方が火力自体は上なんですけども。ただ忘れちゃならないのが、軍神の指輪には行動してるだけで賠償がかかったりするってこと。これがある。おかげでマジでこっちの方が快適。かつ。そんなに火力も変わんないんで。 マジで軍神の指輪一強なんですよね。そういうことで断罪の指輪というのは作りにくい上、最近ではちょっと肩身が狭いようなアクセサリーなんで、まあ正直持っていたとしてもつける場面っていうのはほとんどないかもしんないけど、ただ防衛軍の高速周回とかそういったものに関しては使われるんで、まあなんかしらの特攻のやつで持っておくといいかもしんないです。というわけでこちら断罪の指輪でした。 それでは続いて、こちら、幸運のお守り。基礎効果でレアドロップが1.1倍付いていて、合成効果全部つけると、最大でレアドロップ率がつけるだけで1.4倍されるっていう。盗み金作とかでは、まあよく見るこちらのアクセサリーなんですけども、まあこれもね、なかなか作るのが大変。入手方法としては、まあいろいろあるんですけども、基本的にはカジノの景品として交換するのが一般的かなと思います。で、景品として交換する際なんですけども、1個交換するのに30万コイン必要なわけですよ。 30万コインってまあなかなか結構多いっすよね。スゴロク1回やると6万コイン出るとしても、それをようやく5回やって1個もらえるぐらいのレベルですから。で、それを4つ必要ともなれば、最小でも120万枚のカジノコインが必要になるというわけですね。当然ストレートで完成できるとは限らないので、レアドロップ1.1倍以外にも器用さプラス4がつく可能性っていうのがあるわけですよ。まあなんかあんまりつかないらしいんですけども、ただなかなかストレート じゃあ完成でできなななないいととるるカジノコインが200万枚ぐらいは必要になってくるわけなんでまあ、なかなか200万枚貯めるのって結構大変なんで、持ってるとね、割と自慢できるのかなと思いますね。いずれにしても、とにかくカジノに通い詰めないとなかなか交換はできない。途中で心が折れる人も結構いそう。ちなみに他の入手方法としましては、例えばこちらのおみくじボックスとか、これを分けると、 本当に超極まりに出る、超大吉と呼ばれる、大吉より上のレベルがあるんですが、そちらで入手できるのと、あとは、エテーネ村にいる、この囚人服を着たドアを、これで100を出すこと。自分、フラちゃんは1回だけ100出せた。それで幸運の守りもらったことがあるんですが、まあ、なかなか出ないっすわな。 1> 週週回回回しししかかか挑戦ででできななななないいいいい上さららににににダイスを1回しか触れないっていううので確率に直すととと間手入こりますまあ、毎週毎週欠かさずやって1年半ぐらいかかるって計算ですね。なので、基本的にカジノコイン以外で交換しようとなると、まあ、なかなかもう本当に偶然たまたま出るぐらい。なので、基本的にはカジノコインでの景品交換となります。まあ、そもそもおみくじボックスもカジノコインでね、こう交換するんで、そうなると入手方法としては 2択ですねそこで100出すかもしくはカジノコインで交換するかその2択ぜひともねカジノ通い詰めて幸運の守り頑張って作ってみてください最初に紹介した王女の愛で1.3倍幸運の守りで1.4倍合わせること1.7倍それらつけるだけでレアドロップ1.7倍になるんで盗み金作とかでレアドロップのなんかを出したいみたいなそう思う方はぜひともねそちら作ってみてください それでは続いてこちら。 絆のエンブレム。これをね、完成できるのめっちゃめちゃ難しいですよ、今。それはね、昔からやってる人だったら当たり前のように完成できてるかもしんないけど、ただ、最近始めた人だったりとか、そういった方というのはマジで作るのは困難。基本的な入手方法としては、新アラハギーー国のモンスター闘技場に入ってもらって、景品交換でこちらの絆のエンブレムを交換していただくんですけども、最近だと絆のエンブレムのこの極み、これが出たおかげでさらに難しい 難しくなった。絆のエンブレムって基本的にはボスによって使い分けたりするんで、一つ作ったら終わり、みたいな感じではないんですね。例えば、デルメズとかだったら、守りの霧つけて、で、あとは、バイキルトつけて、みたいな。なんならバイキルトいらないですね。守りの霧、弓ポン、あとは、ま、神道滅脚。いや、その他だったら、ピオラとか。まあ、とにかくこう、いろんな可能性があるわけですよ、それぞれ。しかもそれっていうのは、魔物使いでも、道具使いでも、欲しい効果っていうのが変わってくるわけで、 ボスごとに違うし、職業ごとにも違うとのもなれば、やっぱこういろいろ何種類か作っておきたいものなんですね。で、絆のエンブレムを交換するのに1個3000枚、こっちのエンブレム回の方は5000枚、極みの方が2万枚ということなんで、このコインがね、だいぶこう、かかりますね。まず絆のエンブレムで欲しい効果っていうのを全部埋め尽くして、で、あとはこっちの回の方もまた埋め尽くして、で、こっちの極みの方に持ってくるみたいな感じなんで、しかも付く効果っていうのが結構 結構多いいわけななななんでなかなか完成しない最近であればこっちのワルボーが出現してアナザーランクっていうのが追加されたんでバトル参加権がもったいなくてなかなかそこまで手が回らない人も多いと思うバトル参加権って、まあ、最初はこうガツンと配布されたりとかするんですけども使い切っちゃうと1日1回しかたまんないわけですねマックスでバトル参加権っていうのは300回たまるわけなんですけども1日1回しかたまんないってことは1年で360回分しかもらえないというわけですよしかも最近追加されたさっきも言ったアナザー ランクも出てききたしなななかなかね参加権を無駄にできないその上で絆のエンブレムを作ろうとも思えば、まあちょっとコインが足んない人も出てくるでしょうし、昔からやってる人であればね、コインなんか余ってるみたいな感じですけど、まあ今ではね、だいぶ作るのが難しいアクセサリーになったんじゃないでしょうか。というわけでこちら、絆のエンブレムでした。 はいというわけでいかがでしたでしょうか今回紹介したのは作るのがめちゃめちゃ難しいアクセサリーということで紹介してみましたまあその他にもたくさんあって難しいといえば常闇のレグナードとかやってもらえるこちらのダークアイとか この辺なんかもまあ作るのは大変なんですけども、最近であれば結構緩和されて倒すのがそもそも簡単になったりとか、あとはもらえる個数というか、その辺がだいぶ増えたっていうか、入手方法も増えたりして、まあ結構簡単になったんで、その辺は今回、あえて紹介はしませんでした。というわけでね、今回紹介したアクセサリー、ぜひともね、頑張って作ってみれば友達に自慢できるかもしんないんで、ぜひとも皆さん作りましょう。 というわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。